ユナイテッドパーセルサービスはアメリカ合衆国の貨物運送会社。フェデックスエクスプレスや DHL と並ぶ国際貨物航空会社でもあり、世界200カ国以上の国と地域で1日あたり1400万個以上の荷物を扱っている。日本では1990年9月、ヤマト運輸と合弁会社、ヤマト UPS を設立したが、2004年に合弁を 解消し、業務提携に変更となっている。社員の制服から、保有貨物機や、運送車両にまで徹底して配した、コーポレートカラーのブラウンと、縦の中に、イエローの小文字で、アップスと入れた、一目でわかるロゴで、アメリカでは有名。情報通信技術の構築には、早くから取り組み、毎年100億 US ドルを超える設備投資を行っている。 UPS 航空のボーイング747から8回同車は航空便による貨物輸送を専門に行う部門を設けるため子会社として UPS 航空を設立させた。現在世界で3番目に規模の大きい貨物航空会社となっている。なお、この UPS 航空のことをユナイテッドパーセルサービスと呼称する場合もある。ありがとうございます。